佐々木構造、佐々木構造、佐々木構造。1900年5月25日から1985年12月24日は、日本の政治家、日本社会党副委員長、委員長を歴任した。宮城県元吉郡に、農民の子として生まれる、両親が家出をしている時にできた子供だったため、11歳になるまで戸籍に搭載されず、小学校教育も、 十分に受けることはできなかった。若い頃は、炭焼きなど、故郷で、重労働に従事した。1924年、大正13年、1年発起して、仙台市に出て、製紙工場の臨時妊婦をして金を貯め、東京に出る。その後、苦学しながら、日本大学専門部政治家を卒業した。1928年、昭和3年、 勤務先の自転車会社でストライキを指導して解雇される。以後は労働運動や農民運動に奔走し、東京や郷里の宮城県で多くの労働葬儀やざく葬儀を指導したため、たびたび警察に検挙された。1937年、昭和12年、仙台市市議会議員に当選するが、翌年、人民戦線事件に連座し逮捕され、市議会議員の地位を失う。 その後は、古本屋の経営や燃料会社への勤務で生活を支えるが、皮肉にも、この時が最も経済的に安定した時代であったという。1945年、昭和20年、日本社会党が結成されると、佐々木もそれに参画し、宮城県連の結成に力を注いだ。1946年、昭和21年、岡崎栄松、金森茂之、 佐々木康次らが立候補し、初の公選で行われた仙台市長選に立候補するが落選した。また、同年の総選挙でも落選したが、1947年、昭和22年総選挙で初当選した。社会党では左派に属し、鈴木もサブロの懐刀として活躍し鈴木派の重鎮となる。1955年。 昭和三十年の左右統一の際には、左派社会党の代表として、左右統一に尽力し、統一社会党の選挙対策委員長を就任したが、統一に反対する、社会主義協会や和田広派とは、疎遠となった。1960年、昭和35年、鈴木が委員長を辞任し、浅沼い次郎ろう初期長が委員長に昇格すると、鈴木派から後継初期長に押されたが、 川上早は田派から異論が出たため、自分より政治家としてのキャリアが浅い枝三郎に初期長の座を譲った。しかし、枝がテレビを通じてマスコミの長寿となると、佐々木は枝をマスコミ受けを狙いすぎるとして批判した。さらに、枝が構造改革論を唱えると疎遠となっていた社会主義協会と組んで枝の追い落としに乗り出した。1962年。 昭和三十七年の第二十一回大会では、枝と初期長の座を争うが、敗れる。しかしその後も、枝派に対する攻撃の手を緩めず、枝派との間で熾烈な派閥抗争を繰り広げた。1964年、昭和三十九年、浅沼暗殺後に就任した、川上上太郎委員長の下で導入された、中央執行副委員長に、和田宏と共に就任する。 翌年、川上委員長が病気のため、委員長を辞任すると、和田が委員長を辞退したため、佐々木が委員長に就任した。佐々木は、委員長就任演説で、アメリカ帝国主義は、世界人類の敵と述べて、反米色をあらわにした。それまでの社会党委員長は、インテリ出身者が多く、そのため、庶民的な佐々木は、社会党の支持者から人気を集めないと言われたが、 意外にも、彼のズーズー弁が有権者に受けて、マスコミへの露出も多くなっていった。すると枝に対する批判を忘れたかのように、マスコミに危機として登場するなど言動に一貫性のないところ見せた。1967年、昭和42年総選挙では、議員定数が増加したにもかかわらず、議席数を減らし、さらに健康保険特例法の取り扱いをめぐって、 若手議員の突き上げを受けて、委員長の辞任を余儀なくされた。その後も、枝野委員長や、初期長就任を必要に妨害し続けて、自分の派閥内での人望を失い、山本孝一や奈良崎矢之助のように、佐々木の下を去る政治家も現れるようになった。社会主義協会の勢力が拡大して佐々木派を侵食し、 さらに、新素派の社会主義協会と新中派の佐々木との対立が激しくなると、1974年、昭和49年、佐々木は突如として、これまで激しく争ってきた他と和解し、勝又清一元委員長、三宅昭一副委員長らと7人委員会を結成した。そして、社会主義協会との対決姿勢を明確にした。1975年、 昭和50年、社会主義的、敵政権を表し、社会党政権樹立後も、急激に既存の社会のあり方を変える必要がない、ことを訴えて、現実主義的な姿勢を示した。1976年、昭和51年総選挙では、世代交代の波に飲み込まれ落選し、政界を引退した。1977年、昭和52年の第40回大会では、 中国との友好を訴えたが、社会主義協会系の大議員から、逆に矢字を飛ばされ、激行する一場面もあった。政界では、新中派として知られ、1972年、昭和47年、田中核英首相の依頼で、成田智美委員長、公明党の竹入義勝委員長らと、中華人民共和国と、極秘折衝し、日中国交正常化に貢献している。 1978年、昭和53年にはカンボジアを訪れた。その後、カンボジアでは、共産主義者による虐殺行為などは行われていないという胸の発言をなし、カンボジアでの虐殺は悪意ある宣伝だと主張してた。1985年、昭和60年12月24日死去。去年85。 1960年代から1970年代にかけて派閥意識を剥き出しにして、執拗に枝三郎と枝派を攻撃したが、この無意味な派閥構想が社会党の基礎体力を奪ったことは否めず、社会党衰退の原因の一つを作ったと言える。また、思想政策においても、西欧型社会民主主義を提唱した枝ビジョンを葬り去りマルクス・レーニン主義に固執すると、 核心主張の増加などで、勢いが当た左派陣営の機運に水を差し社会党を万年野党化させたという批判も根強く、田中元首相も、佐々木さんが枝君を潰した時点で、政権交代の目はついえた。と回想していたという。党の委員長を目指すより、裏方として、大衆的人気のあった枝を支えた方が、佐々木の能力を十分に活かせたのではないかという声も、ある。 委員長在任中に三里塚闘争が発生し、闘争初期においては、社会党が、反対運動の指導的役割を果たしていたことから、空港建設反対派の流木トラストに名義貸しを、していた。また、佐々木自身も1966年11月29日に、現地訪問し、戸村はじめさ反対同盟員らに、佐藤内閣だとを訴えるとともに、 私も東北の百姓の出だから皆様の気持ちはよくわかります。一坪と文字運動を徹底的に進め、絶対に空港建設を阻止しようなどと東北方言で激励し、等を挙げて反対運動を展開する姿勢を明確にした。当時の千葉県知事だった友能武人によれば、友能がこの空港問題は地元にとっては極めて深刻な問題なので、 清掃の具としないでほしい。国会議員は国会の中で議論してほしい。政党間の清掃をそのまま地元に持ち込んでは本当に困る。一体あなたは新空港は必要であると思うのか思うならどこが良いと思うのかといったところ、佐々木は私は新空港は必要だと思うが、場所は政府与党でないから野党は考える必要はない。知事の言うことはもっともだと思うが、 今日は私が説得されに来たのではないので、と言って帰ってしまった。成田空港問題の資料を展示している。成田空港空と大地の歴史館では、佐々木の名前が記された流木トラストの名人札が展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。